能登半島地震では石川県の被災地で未だ1万6000人以上が避難生活を続けていますが、珠洲市では希望する中学生を集団避難させる計画を進めています。今年から3年で受験とかもあるから行って勉強した方がいいなと。友達も行って行けば、まあ、他の友達も一緒なので、あのこっちの方が安全かなっていうのもありますから。珠洲市では4つの中学校に199人が通っていましたが、避難所となっているため授業が再開できていない学校もあり、希望する生徒を県南部の白山市に集団で避難させる計画を進めています。市の教育委員会は避難先の施設などの調整を進めています。